水泳選手が緊急搬送され、パリ五輪大炎上、東京五輪が再評価される時代に。こんにちは皆さん、パリジェンヌエリです。今回は嬉しくもあり悲しくもあるニュースです。あの地獄のような開会式から始まり、セーヌ川を水泳した選手が10回王と男と女性を戦わせるなと大批判を受けたりと、本当に話題が尽きないパリ五輪。今回は水泳選手が試合後緊急搬送されたことが話題に。これも選手村の不備のせいだと世界中から運営に批判が集まっていて、そして初日から散々な評価を受けていたビーガンな選手村の食事ですが、エアコン不備問題などもあり、日本チームを含めホテルに移動するチームが増えている中、日本人選手たちだけうなぎ、牛タンなどいい食事をとっていることに嫉妬の声が相次ぎ、東京五輪は良かったと、ここに来て日本の評価が上がってるようで。日本人選手たちがうなぎ、牛タンなどを食べている様子は、正直僕も見てて嫉妬しちゃいました。牛角が恋しい。それではことの概要と現地の声、一緒に紐解いていきましょう。選手村、お前船から降りろ、高評価やろ。水泳選手がレース後に喘息で倒れたとチームが発表したという記事ですね。僕も喘息あるんで、マジで他人事じゃなかったです。スロバキア代表のタマラ・ポトツカ選手は、金曜日の女子 200m 個人メドレーの予選後に倒れた。彼女には持病の喘息があり、吸入器を持っていなかったためだとチーム関係者が選手が治療を受けた後に発表した。午前のセッションで同選手が第3予選で7位になったと、医療スタッフが急いでポトツカ選手を助け、酸素マスクを顔に当てた状態で担架でプールサイドから運び出した。タマラ選手には喘息がある、吸入器をすぐに使えない状態で、緊張と肉体的緊張が重なりこの問題が起きたと、スロバキアのチームリーダーイバナ・ランゲ氏は声明で述べた。彼女は現在選手村の自室で回復中だと発表したと記事は締められてますが、このニュースに大勢の欧米人が激怒しているようですね。エコを追い求めすぎた運営のせいで選手に負担がかかった結果、こんなことが起こったんだ、責任を取れと意見をしている人が多いようです。いくつかコメントを紹介しますと、ホラーのような毎日ひどいことが起こりまくっている、これを見て環境保護団体たちは喜んでいるか、この選手も男なんだろ、パリ五輪は呪われてるなと、このように彼女がこの状態になったのは、選手村の部屋やちゃんとした食事が揃っていないからだと運営を批判する声が後を絶たないようですね。この騒動や前々から言われていた選手村の不備、特に食事面なども含めて、今になって東京五輪の評価が上がり続けているので、そちらも紹介していきましょう。選手たちが選手村の食事に酷評、 TikTok の投稿が話題にという記事ですね。選手村に滞在する選手たちは、パリで期待していたような美味しいフランス料理が食べられないと嘆いており、多くが TikTok で食堂で出された期待外れの食事について評価している。砲丸投げと円盤投げに出場するアメリカ人選手レイブン・サンダースは、がっかりしたというコメントをつけて動画を投稿したが、動画中の彼女の手にもおぞましい見た目の料理があり、コメント欄もその食べ物の正体に困惑しているようだ。匿名でタイムズ紙に語ったあるイギリス人選手は、食事が今のところ課題だと語り、食堂自体も2020年の東京オリンピックの時よりもカオスで、全く整理されていないと述べた。マジでこの食べ物何なんですかね。イモリの炭焼きかな、食べてみたくはある。エコでビーガンな大会を目指しているパリ五輪、動物性タンパク質が圧倒的に足りていないということで、グルメ大国アメリカやイギリスからも酷評されている選手村の食事ですが、不満を感じているのは我らが日本の選手も同じなようで、なんとあのなでしこジャパンも食べ物が合わなかったようで、拠点をホテルに移しているようですね。少し紹介しますと、なでしこ選手村に入らずホテルを拠点に食事面を考慮。なでしこジャパンは準々決勝の舞台となるパリで、選手村には入らずホテルを拠点にすることが決まった。第2戦はパリだったため選手村に入村していたが、選手村の食事の評判は良くなかった。今後は入村できなかった専属シェフの西さんの食事を食べられる。浜野選手は西さんのご飯が恋しくなったと話していた。選手村とは違い、栄養のある満足のできるご飯を食べられることがとても嬉しいですが、別の場所に滞在している男子チームにはまた違うシェフがついているようで、こちらも欧米でも話題になってます。選手村の食事がヴィーガニズムに侵され大不評の中、会場が地方ゆえ選手村に縛られず、うなぎに牛タンにと動物性タンパク質を思う存分堪能しているサッカー日本代表の様子がこちらになります。動画ではシェフの方が選手たちと話をしながら、絶対に選手村じゃ出ないようなマージでうまそうな牛タン、ソーセージやうなぎなんかを料理してて、僕だけじゃなく欧米に来たちも羨ましがってますね。それではその現地の声 X を紹介していきますね。 I actually live around their hotel
and I smell them grill the delicious food. I wish I could sneak in to try some. This Olympics is full of entertainment. I'm sure everybody will be talking about this forever. Isn't it their responsibility to ensure all the athletes are at their fullest instead of pushing their ego and nonsense bullcrap like veganism / eco-friendly, etc.? When did the Olympics become so low like this? Ridiculous. They should start paying respect to the athletes who are sacrificing their bodies to entertain us viewers. They're enough to fulfill their wallets and egos. My friend is competing there now, and he has told me a bunch of crazy stories about this village. France is down after this Olympics. 皆さんの考えもコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルでは欧米のマジかよっていうニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターもフォローしていただけるととっても喜びますのでよろしくお願いします。それでは一日よろしく。東京五輪が再評価する事態に。東京、こんにちは皆さん。今回は嬉しくもあり悲しくもあるニュースです。セーヌ川選手のセーヌ川を水泳した選手、男と女性を戦わせるなと大批判を受けたりと本当に話題が。そして初日から散々なホテルにち。日本人選手村、お前船から降りろ。僕も全速安でエコーを追い求めた。今になって東京五輪の評価が爆上がりしているので、そちらも紹介してみる。選手村に滞在、食堂でがっかりしたコメント欄でも、その食べ物が何なのかすら、食事が今の、マジでこの食べ、エコでビーガンな五輪を目指すということで、動物性タンパク質が圧倒的に足りてないということで、食べ物が合わなかったみたいで、ホテルに拠点を、今後は入村できなかった専属シェフの西さんとの食事を食べられる。今後は入村、選手村とは違い、栄養、